これは初めてのやつやな。マスク入れるなんか袋みたいな入り口にあったからもらったんやけど、やり方書いてあるな。あ、こうやって使うんか。はい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 、なるほどな。 OK、 なんとなくわかった。はい、到着しました。とんかつ、これね、すごい、めっちゃ豪華。ごますり鉢とかね、これなんて言うんですかね、これ入りごま、多分ごまやと思うんですけど、これをねこうバリバリバリって溶いていくんですけど、これやったことこういうのあるんですけど、問題はそのちょっとね、タレをねこっちに入れるのか、それかこのごまを潰したやつをタレの方に入れるのか、どっちか分かれへんくて、で周りにまあお客さんがいてて、まあ、結構ね、まあ、僕、まあ、カメラ撮りながらご飯食べてるんで、やっぱこう視線がすごいんですよね。もうここでこう食べ方を分からないっていうねまさかの、まあ、ちょっとねこんな感じにこっちにごまを入れてみたんですけども、これ正解ですかね。まあまあいいか、うん、また皆さんコメントでまた教えてください。はい、で早速ね、僕ダイエット中なんで、このキャベツからねいただいていきます。はい、一応ねここは食べるところでね、まあ、ちょっとシーンとしてて、あんまり喋ってっていう雰囲気でもないんで、そこはねちょっとね大人なんでね、吹き替え版でいきたいと思います。はい、早速ね大きいお口でね、もぐもぐむしゃむしゃと食べてるんですけどもね、こう野菜から食べるっていうねダイエットをね、皆さんツイッターだったり、YouTube のコメント、たくさんね、教えていただいて本当にありがとうございます。早速ね、実行していきたいと思います。はい、でやっぱりダイエットね1日1食っていうのはあんま良くないみたいで、余計になんか体がこう蓄えようとして太るらしいので、やっぱちゃんと食べるっていうね、油も食べんようにしてたんですけど、やっぱり食べないのも良くないということで、油分も普通に食べます、ご飯も。はい、ただしご飯をおかわりしないね、腹8分目っていうのでねやっていきたいと思います。またアホほど口開けてこれね、食い方あれやな、豪快やな。まあ男の子で育ってきたからな、もうちょっとなんか上品に食べられへんのかなこの子は本当に、うん、いや僕はこの本人やからね、この子の気持ちがわかるよ。この子の中では上品に食ってるつもりなんでしょうねこれねかなりお上品に食べてますよ、みやたんからすると。ほらすごいお上品に食べてるって言って、ご飯の上にこれコーンとかなんかいっぱい乗ってねえ、まあ、美味しそうなのは美味しそうですよね。でも食レポ的にはねえ、まあ、もうちょっとこう小綺麗に食べた方がいいような気もせんでもないけどね。あ、まあでもね、なにわのね大阪の男子っていうことでね、そこはね多めに見てあげてください。うわー、たっぷりいくな。からしもそんだけものっけて、からないそんだけものっけて、うわ美味しそう。はい、実際ね僕これ食べたんですけど、姫豚って言ってこの辺じゃ有名でね、ものすごく美味しいですよ。そうなんです、なんかこれ先からずっとこう同じ動画流れてるような気するけど、これ何、これリピート、なんかずっと、これさっきも見たよな、これ同じ動画流れてる、なんでなんで、
リピートアフターミーナ。食べるとこみたいよ、食べるとこ。あ、やっと食べるところですね。どうでもいいけど、あれやな、顔テカテカやん今日。めっちゃ光ってるやん。やばいな。まあ、光当たってるけど、うん、まあ日焼け止め塗ってるからっていうのもあるよね。お顔にね。うん。テカってますよ。ねえ、美味しいですか？まあ、鳥みたいな顔してご飯食ってるわほんま。鳥やんけ。ねえ、ダイエットしてるっていう食い方でもないけどな、めっちゃがっついとるけどな、うん、僕これでダイエットしてるんですってなかなか言えんよなこれな、ほんまマジでがっつり普通に食っとるやんけって思うやんな皆さんもそう思うでしょ。はい、ってことでね、もう僕の食べてるところずっと見ててもしゃあないんでね、ちょっと今からね箱の中をね片付けに行きましょうか。ね、そろそろごちそうさましまーす。食いすぎやっちゅう。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。めっちゃ美味しかった。あれ？これ何やろ？神里牧場。みやたん、こういうの好きなんやから、ほんまに。めっちゃ可愛い、これ見て。これ鳥みたいになってんねん、これほんまに。鳥みたいになってんねん、これ。さっきのみやたんと一緒。同じような顔してたわ。可愛い。はい、こちらね、八歩を片付けていきましょう。はあ、お腹いっぱいになった。さあ、片付けるか。今日はでもな、もうほとんど片付いてるからね。もう前がこんだけ、ね、一番下にあんだけコンパネ行って、でこんだけ八歩を横横で入れちゃあるから、ね、あとはもう、この、こんな感じでこう立てたらええ感じやからね。ええ感じ、ええ感じ。もうここはこのままでええわ。よいしょ。ね。あとこの余った八方ね。今日は積み込みは八方は一切使わないので。ね。あの上の空いてるとこに置こうか。ここな。ここにな。うん、これは煽り当てる用のちっちゃい八方やな。うん。よっこいしょ。これはダンプラーか。まあ、これでも今日ちょっと僕の箱じゃないんでね、あのいつも引っ張ってる1808じゃないんですよこれね、うん、ねえ、あ